パリスはアメリカ合衆国県タッキー州バーボン郡にある内政自治都市でバーボン郡の軍長所在地。市内をリッキング側の支流ストーナーフォークが流れている。レキシントンの北東18マイルに位置しており、レキシントンイエット都市圏を形成している。2020年現在の人口は9846人。ダンカンタバーンこの地の歴史は、 ジョセフ・ヒューストンが1776年にこの地域に駅を設置したのが始まりであったが、土地供与のために移転を余儀なくされた。1786年、ローレンス・プロッツマンは、現在のパリスの地域を所有者から購入し、250エーカーの土地を区画整理、そしてバージニア州議会に公共の建物と土地を提供し、バーボン軍の新設と共にその軍長を置かせた。 この町は1789年にブロッツマンの故郷であったニュージャージー州の地名にちなんでホープウェルという名前で発足したがその翌年にアメリカ独立戦争中にフランスに支援されたことを称え同国の首都と同じパリスに改名した郵便局の記録においては19世紀初頭に一時的にバーボンタウンまたはバーボントンと呼ばれていたがこの名前が 町自体に正式に適用されたという証拠はない。パリスはフランスのラモット・ブーブロンと姉妹都市提携を結んでいる。アメリカ合衆国国政調査局によると、この都市の総面積は15.5平方キロメートル、そのうち15.4平方キロメートルは土地であり、残りの0.52%が水面積にあたる。 2000年の国勢調査の時点で、市内には9183人、3857世帯、2487家族が居住している。人口密度は1351.2毎平方マイル。都市の人種構成は84.23%が白人 12.、12.71%がアフリカ系アメリカ人、0.16%が ネイティブアメリカン0.16%がアジア人1.35%が他の人種1.38%が根結であった。あらゆる人種のヒスパニックまたはラティーノは人口の2.62%であった。世帯数は3857世帯でそのうち31.9%が18歳未満の子供を同居させ43.8%が 夫婦同居16.5%が夫のいない女性世帯主35.5%が非家族であった全世帯の31.2%は個人で構成されており14.2%は65歳以上の一人暮らしの人がいる1世帯あたりの平均人数は2.33人であり家庭の場合は2.90人である市内 の人口は18歳未満が25.3%、18歳から24歳が9.0%、25歳から44歳が28.5%、45歳から64歳が21.6%、65歳以上が15.7%と分散している。年齢の中央値は36歳。男女比は女性100人に対して男性は88.9人。 18歳以上の女性100人に対して男性は82.7人であった。市内の世帯の収入の中央値は3万872ドルで、家族の収入の中央値は3万7358ドル。男性の収入の中央値は2万9275ドルであったが、女性の収入は2万1285ドルであった。 市の一人あたりの収入は16,645ドル。18歳未満の24.2%と65歳以上の15.9%を含め家族の約17.5%と人口の17.8%が貧困線以下である。パリスには公立図書館、パリス・バーボン・カウンティ図書館が存在する。パリスのメインストリートは ダウンタウンの歴史的建造物の保存と活性化に多くの時間、労力、金銭が費やされてきた。ルネッサンスオンメインと国との協力によるパリスのメインストリートプログラムは1992年から始まった。このプログラムはケンタッキーの繁華街で活気に満ちた経済的に健全な開発を活性化及び維持するための措置を講じるためのもので。 2006年から2008年にかけて15棟の建物がこのプロジェクトの助成金によって改装が施された。また、ダウンタウンのパリアートウォークはメインストリートプログラムが講演し、ミランダ・レイノルズとスティーブ・ウォルトンが設立した社会的、芸術的イベントで同地区を代表するイベントとなった。ありがとうございます。